ようこそ勝又博物館へ。館長の勝又龍也です。今日ご紹介する展示物はこちら、激走戦隊カーレンジャーオートブラスターセットということで、1996年メイドインジャパン、光るなるオートパニッシャーへシフトアップ。懐かしい、はい、当時お値段3300円。おっと、変身アイテムとバイブレードよりも高いということで、まあなぜかというとやっぱね、セット内容多いです。オートブラスター、ベルト、バックル、ホルスター、シールと、なかなかいっぱいになってますね。盛りだくさんです。電池は何だろう、炭酸電池2本ですね。炭酸電池2本。さあ開けていきましょう。おお、綺麗だな。現存してる中では相当綺麗な方だと思います。これいいね、ベルト、カーレンジャーの。これいいわ。で、これつけてお腹につけろよと。もう輪ゴムがすごい。で、これがホルスターですね。はい。で、オートブラスター。お、すごい、初めて手に取った。面白い。これは、ここで、ガチャッとしっかり入ります。電池入れてみましょう。ここでオープンと書いてあります。買った、買って、あ、最悪、分かった、なんで硬いか、液漏れしてる。マジか、中古で買ったから綺麗だと思ったら液漏れしてる。セブンイレブンの当時のマンガン乾電池。いやー、ちょっとやっぱ無理がありましたね。液漏れの修復するしかないですね。電池入れてもダメでした。音鳴りませんでした。ちょっと無理がある。側だけのね、現存した状態での紹介になって申し訳ないんですけども。まあ、大体この当時のおもちゃっていうのは、大体もうアクセルチェンジャーで分かる通り、ピロピロ音だと思うんで、多分ピロ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 って音だと思います。まあ、YouTube で調べると、もしかしたらもうオートブラスター出してる人いるかもしれないので、まあもし本当にすごい気になる方は見て調べてみてください。はい。これ車の形になってますね、銃が。で、レバーを引くと、そうすると重心が出ます。ガチャッと前に。で、このスイッチ押すと開きます。バカッ。これでオートパニッシャーということで、オートブラスターからオートパニッシャーへの変形。サウンドも変わると書いてありますので。どうやらサウンドも変わるみたいですね。これバイブレードみたいな感じでね、フィンがついております。ここにただ回らないですね。で、一番僕がね注目した点は、なんとネジが色付けられてる。これ見えるかな。あ、見えますね。赤に塗られてるんですよ。てか赤のネジを使ってるのか赤に塗ってあるのか分かんないですけども、ちゃんとね配慮されてる。ここ赤なんですよ。で、ここは銀。ここは青く見えないですね。でも銀のネジ使われてる。で、ここは黒。すごい配慮だと思うんですよね。さすがメイドインジャパンって感じです、本当に。で、閉じるときは先にここをガチッと閉じて、レバーを押し戻す。そうすると、普通に戻ります。いやー、惜しい。惜しい。まあでもこのね、バイブレードも音鳴りませんでしたし、まあ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 。そういうもんだと思って大事に持っておきます。はい、ということで僕今回カーレンジャーのおもちゃ3連続で紹介しましたけども、見たくなりましたね、またカーレンジャー。なんかバラエティ、ギャグに富んだなんか番組だったような気がすごいするんだよなと思いつつ、見てると意外と違ったりするから、そういうのも面白いところなんですよね。はい、ということで今日はオートブラスターセット、ベルトとバックル、ホルスターご紹介でした。それではまた明日。